皆様一日お疲れ様です。平日サーフィンです。3月の宮崎の波です。サイズアップしてます。形はそんなに良くないですが、今日もチューブを狙っていこうと思います。最近思うのが、波がバキバキだとラウンドテールいいんですが、少しでも波が緩くなると私には難しいかなと感じてます。テール幅の狭いラウンドスカッシュにしようかなとも考えてるんですが、 CI だとどのモデルになるんでしょうか。シャープアイもすごい乗った時調子良かったんで気になってます。今日の波も掘れてるんだと思います。宮崎の波はサイズが上がるとゲットできるかとテイクオフ成功できるかでも精一杯ですね。その先のちょっと技とかはもう考えられないです。こんな波も何歳まで挑戦できるかわからないので、今日も安全に頑張っていこうと思います。ご安全に。I need a scarecrow after what you did. Cause all of the birds know that I'm almost dead. I'm barely breathing. I'm barely awake. You left me in pieces. There's no more to break. Not in this century. Don't wake me up. Cause you're just a ghost inside my head. You're just a ghost. You're never there. You're just a memory on my lips. Cause you're just a ghost inside my head. I need an angel after what you did. Cause you were the devil. You messed with my head. You lied to my mother. You lied to my friends. You said that you'd be there. But this never ends. Century, don't wake me up. Cause you're just a ghost inside my head. You're just a ghost, you're never there. You're just a memory on my lips. Cause you're just a ghost. My ghost inside my head.
波が掘れててよれてて難しくて何もできませんでした。この波の掘れ方、動画で伝わってますかね。例えばこれ千葉なんですが、このね、上3分の1ぐらいにリップが落ちてるんですよ。こんな感じですね。それが宮崎だと、このリップがね、ボトムに落ちてるんですよね。こんな感じです。こんなグリグリが頭ぐらいのサイズがあるんです。いや、もうこれはね、本当に難しいですね。宮崎のサーファーはすごいですね。千葉の波でリップをね、フィンアウト3連発ぐらいして、お、結構今の良かったんじゃないなんて思ってたんですが、やっぱり本当のビデオで見てるような海外のプロサーファーの人たちは、このような宮崎みたいなね、下までリップが落ちるような波でフィンアウトしてるわけで、全然サーフィンが違いますよね。皆さんも宮崎に来るときは、自分の身長以上の BU のハイパフォーマンスボード、そして信頼のおけるフィン、6ミリ以上のコンプじゃない、ちゃんと太いリーシュを用意して、ぜひチューブにトライしてみてください。では最後までご視聴ありがとうございました。